皆さんこんにちは。主人と1歳4歳の娘と一緒に浦和教会に通う岡崎香織と申します。最初にお祈りを持ってこのお話をさせていただきます。天のお父様、あなたが私を清め、あなたの御用のために豊かにお持ちくださいますようお祈りいたします。すべてあなたの御手にお祈りいたします。尊き主イエスキリストのお名前を通しお祈りいたします。アーメン。皆さんはいつの間にか心の中に生じた恐れでいっぱいになり、立ちすくむような経験をされたことはあるでしょうか。私はキリスト教の背景はないけれども、人との交流を大切にする4世代の家庭で生まれ育ちました。初孫として可愛がられ大切にされたにもかかわらず、いつの間にか私の心に様々な恐れが入り込んでいたのです。物心ついた時、暗い夜に怯え逃げ込んだ両親のベッドで思ったことは、死への恐れでした。今が恵まれていればいるほど、いつか死んだらすべてなくなる、リセットしてやり直すこともできない、自分では解決しようもない大きな問題に立ちすくむ思いでした。塾や習い事を通い、お金や時間をかけより良い将来のために学んでも、周りの期待に応えられなかったらどうしようという恐れが絶えずつきまとっていました。受験に近づけば近づくほど、試験では真っ白になってしまった記憶があります。幼い頃、世界共通語としての英語に惹かれた私は、短大を1年休学し、半年間だけアメリカのカリフォルニアに行かせてもらいました。家族に守られ過ごしてきた私は、少し外の世界を見てきたなかったのかもしれません。そこで2人の人との出会いが与えられました。1人が語学学校先で出会ったケリーというニックネームの中国人女性です。ケリーは私と同じくらいの年齢にもかかわらず、クリスチャンとなったため、国を出て身一つでアメリカに移住した女性でした。20歳ぐらいにもかかわらず、すべてを捨てるほどの覚悟を与えるキリスト教とは何なんだろうという衝撃を覚えました。また、もう一人の女性はホストファミリーの日本人女性でした。与えられた環境からアメリカに飛び出し、人生を切り開いていた彼女の生き方に感銘を受け、自立して生きることを促された思いでした。これから自分で働き、自分の場所を作り出し生きていく、恐れるばかりでなく自分で頑張って生きていくんだという心を新たに日本に帰り働き始めました。朝から夜まで休みなく働き、頑張って頑張った結果、心身ともに疲れ倒れてしまいました。頑張ろうとしても頑張りきれず、結果が出せない自分に自信が持てず、このような私を受け止めてくれる人が一体いるのだろうか、そのような孤独への恐れも常に感じていました。恐れは心を萎縮させ、歪んだ目で物事を見させる傾向があります。あの人は私と関わりたくないのかもしれない、こんな自分では受け入れてもらえる人なんかいないのかもしれない、幸せな未来を自分は築くことができないかもしれない、今まで時間もお金もかけ大切に育ててくれたのに、きちんとした社会人になれていないことに引け目を感じ、実家にも帰る気になれない、そんな中入ったカフェでアメリカ人のクリスチャンとの出会いが与えられ、行った先がセブンスデーアドベンチスト東京中央教会の国際部でした。心身ともに疲れ、孤独への恐れ、将来に対する恐れ、死への恐れ、そのような恐れで身動きが取れなくなっていた私のもとに、
キリストが近づいてきてくださり、このように語ってくださったのです。聖書の言葉をお読みいたします。恐れるな、私はあなたをあがなう、あなたは私のもの。恐れるな、私はあなたと共にいる。イザヤ書43章1節5節。あがないとは、神から離れた私の代わりにキリストが死に、私が生きるようにしてくださったことです。この命はいつか朽ちてなくなるものではなく、ひとときの眠りについてもまた神様と愛する人たちと一緒に永遠に生きることのできる命です。キリストの命をいただく条件はただ一つ、そのすべての恐れを取り去ってくださったキリストを信じることです。キリストは私が恐れていることをすべてご存知でした。私では立ち向かうことのできない孤独、将来、死、それらすべてを私の代わりにキリストが自ら引き受けてくださったのです。キリストはたった一人で私たちすべての重荷を背負い、十字架で死んでくださいました。私がもう恐れなくていいように、私ではどうすることもできない重荷をたった一人ですべて引き受けてくださったのです。もう一つの聖書の言葉をお読みいたします。私たちは私たちを愛してくださる方によって輝かしい勝利を収めています。私は確信しています。死も命も天使も支配するものも、現在のものも、未来のものも、力あるものも、高いところにいるものも、低いところにいるものも、他のどんな被造物も、私たちの主キリストイエスによって示された神の愛から私たちを引き離すことはできないのです。ローマ人への手紙8章37、38節。ここで信仰者であるエレン・ホワイトの言葉を紹介いたします。我々にはどんな試練の時にも決して我々を裏切られることのない助け主がいる。主は我々が誘惑に抵抗し悪と戦い、ついには重荷と悲しみに押しつぶされてしまうがままに放っておかれない。今はイエスが人間の目から隠されているが、信仰の耳はイエスの御声が、恐れるには及ばない、私があなたと一緒にいるのだと言われるのを聞くことができる。私はまた生きているものである。私は死んだことはあるが、見よ、よよ限りなく生きているものである。私はあなたの悲しみに耐え、あなたの戦いを経験し、あなたの誘惑にあった。私はあなたの涙を知っている。私もまた泣いたのである。人間の耳に聞かせられないほどの深い悲しみを私は知っている。あなたは自分が打ち捨てられた孤独な人間だと思ってはならない。この地上にはあなたの苦しみを心の琴線に感じてくれる人がなくても、私を見、そして生きなさい。山は移り、丘は動いても、我が慈しみはあなたから移ることなく、平安を絶える我が契約は動くことがない、とあなたを憐れまれる主は言われる。神様はあなたのすべてをご存知です。その痛みも、恐れも、悲しみも知っておられるだけでなく、一緒に経験しておられます。神様はあなたを重荷と悲しみの中に放っておかれず、今なお、恐れるな、私があなたと共にいる、と語りかけてくださっています。私には二人の愛する娘がいます。今はまだ幼いので、
子供たちの恐れを取り除くことができます。娘たちは知らない場所でも暗い夜も私の腕の中にいれば安心することができます。しかしいつか親である私たちが解決できないような恐れに直面したとき、恐れるな、私があなたをあがなう、あなたは私のもの、私があなたと共にいるとおっしゃってくださるキリストを一緒に見上げることができるのです。皆さんは今恐れを抱えていらっしゃるでしょうか。その恐れに縛られず解放され救われたいと思われませんか。神様はあなたをその恐れから解放し一緒に生きたいと心から望んでおられます。どうか一緒にお祈りさせてください。神様、私には今恐れがあります。どうかその恐れをすべて取り去ってください。そしてあなたのものとしてください。イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。